恐れ入ります。刀を抜く理由を見つけた男、清川多十郎役、高良健吾さんです。こんにちは。清川多十郎役をやらせていただいた高良健吾です。久しぶりの光景です。なのでこれだけ多十郎純愛期がを注目していただいているというか、期待していただけてるんだなと思い、とても嬉しく思います。30代最初の主演で現場でした。とても僕はその中島貞夫監督の現場を踏めたことがとても幸せなことだと思っています。そしてこの多十郎純愛期でやった盾というのは、人を切るため殺めるための盾ではありません。愛する人を逃がすための一振りだったり、自分が逃げるためのその道を開くための一振りだったり、速くて綺麗な盾ではないとは思うんですけれども、とても泥臭くて体と体のぶつかり合いがあるような、そういう盾になっていると思います。実際見てとても泥臭い、とても渋い時代劇になっていると思いました。早く皆さんに見ていただきたいです。今日は本当にお集まりいただきありがとうございます。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。もちろん、私もその幕末時代、戦時、生きたことがないから、その時の当時の、人たちの心と今の私が生きてる私の心とこう比べ物にならないものがあるとは思うんですけど、でも、一つの命を守ること、守らなければならないことっていうのは、なんか、命の大きさとはまた関係なく、誰しもこう心の中にあるものじゃないかなと思うので、っていうことですか。どうです。ということですか。ただ本当に何のために命を使うかっていう、自分の命の使い方っていうのはね、どうですか。考えますね。30になって、30超えて、今日家に帰ってもう一度じっくり考え、裏で考えたいと思います。じゃあまた機会がありましたらお答えを頂戴できればと思いますが、それとマムシの兄弟ですね。やっぱりそれはやっぱり僕大好きなので、菅原文太さんが。で、僕の菅原文太さんのイメージ、ストリートって感じなんですね。その菅原さんの息がマムシの兄弟出てるじゃないですか。で、監督がたまに僕のことを文ちゃんって言うんですね。間違えてとても光栄でした、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。話してみると実に好青年、ただ好青年であるから、いい役者かっていうと、これはまた別問題なんだけれども、いろんな話をし、それから特に今回、殺陣の勉強をね、クランクするまでやってくれと、斬られ役の斬られ方も勉強したいと言うんですね。で、それはね、非常にいいことなんですね。つまり斬る側というのは、斬られる方がその自分のタイミングで、それに合わすのは斬られる方なんですね。だから本当にタイミングを合わす難しさというのは、切る方よりも切られる方にあると。それをやっぱり切られる勉強もしてみたいということで、ですからそこの現場の中に入り込んでこれをやってくれたわけですね。その時に分かっとるなこいつというね、それからぐんぐんやっぱり、彼の殺陣の力というのは伸びていったと思います。